じゃあ、こんにちは。こんにちは。なんか不思議な感じですね。今日は、自己紹介。自己紹介から。はい、はい。進学個別音楽者塾長の亀山と申します。はい、江夏画廊の、代表の江夏です。よろしくお願いします。今日は、はい、ここから、ね、今日は3本シリーズ3本シリーズですね。はい、はい、まあ、私と江夏代表とのこう、はい、対談シリーズを撮っていこうかなと。もうまさにライブですね、これ。何にも打ち合わせしないで、こうタイトルだけね、一応まあこういう形で話しましょうかみたいな。そうですね。話して、もう内容は全くこれからみたいな感じで。そう。で、なんでまあこの2人が対談してるかっていう。はい。はい。まあ私たちは大学の先輩後輩にやったりして、同じ軽音楽部の。軽音楽部を、はい、出身で、私ギター弾いてまして、ベース。ベースを弾いておりました。はい、やっておりました。ね、お互いにね。亀山さん、むちゃくちゃ分かったですから、もう。何をおっしゃるんですか。お互いにね、なんか一瞬変な夢を見てそう、変な夢を見た瞬間がありました、ね。まあ、お互いまあでもお互いこういう仕事をしてと、そうですね、はい、巡り巡って、まあ、こうやってこう、はい、仕事でまあ巡ってくるという感じです、はい。今日は、はい、アートというちょっと僕はあの畑違いの話をしようかなという思って、あ、まあそのアートの世界の人にね、一応、はい、アートの、はい、はい、でも僕自身もともと実はそのアートに全く関心なかった人間なんですよ、ね。あ、そうなの。そうなんです。あの、いや、自分の人がそうなんです。あの、自分の父親はあのアートの仕事をしてたんですけれど、でも自分自身は全く関心なくて、あの本当にもうゲーム三昧なあれでしたし、音楽三昧でしたし、だから、あ、またなんか家の絵が変わったなぐらいの感じでいつもあのね、父がやっぱり画廊の仕事をしてたので、はい、いやでもなんか最近教育の方にも少し、そうなんですよね、もともとなんか僕はこう人に何かこう伝えたりとか、うん、こう、まあ、教えるって言ったらおこがましいんですけど、まあ、そういうのは結構好き で、うん、で、なんだろう、あの自分自身がやっぱりこのアートの仕事に携わってなんかものすごく変化したんですよね、うん。でこれアートって絶対これ教育に必要だよなっていうのが、まあ、自分が実際その業界に入ってみて分かったんですよね、うん。でいろいろその目覚めるきっかけを与えてくれたので、うん、まあ、亀山先輩なんかはあの僕があのダメダメ人間だった頃とかも、いやいや、知りません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 。でも、いや、これ教育の現場でもね、はい、まあ、僕らは学習塾だから、はい、そうするとやっぱね、こう、はい、まあ、科目でいうと美術じゃん、美術という、はいはい、ジャンルになりますよね。そう、はい、やっぱり美術って入試にあまり関係ない部分があるので、そうですよね、まあ、若干やっぱこう軽視される、それから、まあ、進路の話なんかを聞いてると、はい、まあ、僕らの中ではやっぱりさすがにね、こう大学受験までやってると、はい、例えば、まあ、うちは上野なので、ああ、大学者の上野、ま、真裏が芸大でございますから、芸大です。そうですね、ま、東京芸術大学に行きたいなっていうのは、まあまあもちろんあるんだけども、はい、うん、まあ、美大の話なんか出てくるんですよ、はい。だからやっぱりちょっとこうアートに興味がある子なんかがいるんだけれども、はい、残念ながらね、はい、親御さんの理解は、ね、非常に低いんですよ。ああ、それはどういう感じでこう、まあまあ、あの絵描いてても食えないだろう。食えない、やっぱり皆さんその視点、そうそう、みんなその視点なんですよ、はい。そうだから、ただ美術的なものなりアーティスティックなものっていうのが、はい、世の中に必要な部分が感性っていう部分もあって、そうですね、要するにそのいい感性を養うっていうことに関しては、はい、いやだってほらデザインとか、工業デザインなんかも含めて、デザイン性の高いものってやっぱりいいものじゃないですか。そうですね。でもそういう感性を養うっていう点で考えたら、はい、アーティスティックなものに幼い頃から触れてる子の方が、うん、やっぱりそういう感性って広がるんじゃないかなっていうふうに思って、もうね、まさに私はそこだったんですよね。その、うん、あの、もともとそのアートに関心なかったって最初の時お話ししたんですけど、うん、自分が実際にその、なんだろう、父の実はちょっと画廊をあの手伝った時があって、でその時にこう作家の資料をいろいろ見させてもらって、あ、この作家いいなとか、あ、この作家売れるんじゃないかなとかって思ったのが実はドンピシャだったんですよね。
だからそこで自分でハッと気づいたんですよね、うん、あこれひょっとしたらこれ見えないうちにすごく影響を受けてたんじゃないかなっていうのが、うん、でその時にあれひょっとしたらアートっていうか、まあ、美術とかまあ面白いかもしれないと思って、でそこからなんだろう、こういろいろお客様とお話ししたりとか、うん、だからなんでそのアートを求める人はアートを求めるんだろうとか自分もすごく興味が持って、で自分は実際全く関心なかったのに、じゃあアートに関心ある人はなんで関心あるんだろうとか、うん、で実際に僕はお客様とかいろいろ接してきて、なんか本当言い方が多いんですよね、うん、いろんな意味で言い方っていうか素晴らしい方というか、まあ、やっぱりね、それなりの感性を持ってそういうものを触れようとする人だから、ね、はい、やっぱりいろんなこと考えてらっしゃる方多いですよね、きっとそうなんでしょうね、うん、そうで、なんか私がね、まあ、父の画廊で働いている時にちょうど上の階の上の方に、まあ、その時まだ赤坂だったんですけれど、経営コンサルタントの方がいらっしゃって、でも結構本当に一流企業とかのいろいろこう、まあ、見てた方だったんですけれど、でその方とお話しする機会があって、なんかこうビルの中で出会ってちょっと親しくなって、うん、でお話しした時にいやすごく私はそのアートというものはすごく大切だと思いますっておっしゃってくださって、でなぜかというとそのやっぱり人っていうのはその知性の部分と、うん、感性の部分で、これがやっぱり組み合わさることによって品性というものが生まれるんですよ、なるほどね、おっしゃってくださって、その時にもなんか自分はすごく衝撃でその言葉が、うん、あなるほどと思って、だからやっぱりその知性だけでもダメだし、その、まあ、逆に言うと感性だけでもダメなんだって、やっぱりその両方 その総合されたものがやっぱり人格を作り上げるというか、うん、そういうのをちょっと教えていただいたことがあるんですよね、うん、やっぱこうだから自分もね振り返るとね、やっぱり父がね、割とね絵を描く人だったんですよ。あ、そうなんですか、うん、で絵をね、はい、まあ今だからねもう退職してから僕は絵描くのがそれが一番描いてないんだけどなんだけど、はい、ただやっぱこう振り返ると、ね、そういうその絵のこう展覧会なんかに、うん、まあ、それこそ自由美術館の上野のね、はい、ああいうところにやっぱり時々こう連れて行かれて絵を見るっていうことが、はい、やっぱあったんですよね、うん、ネミも今本当に今ふと思い出して、はい、だから割とそのなんか、うん、僕が作るものがあるでしょ、はい、その書類なり、あ、まあ、いろんなノベルティを作ったりなんなりもあるんだけれども、はい、そういうところによくこううちの奥さんなんかだと、もう本当にもうどうでもいいことをこだわると、うん、ね、ああそういうふうに、そのじ、ね、もうなんかこの字のフォントが違うとか、なるほど、ね、色味が違うとか、そういうことをねいちいちうるさいって言われるんだけれども、はい、でもはと気がつくとやっぱりその幼い頃にそういう絵を見たりなんだりして、あそういうそのところにやっぱりそのね、幼い頃の影響を受けてたっていうけど、そうですね、まあ僕はやっぱりそういうところがあるのかなっていうのはあるんですよ、はい、だからそういうところをね、はい、教育に持っていく、携わっていくってことは、ね、非常に重要なことで、だからまあなんでこう対談なりアートの話をしようかなって思ったのは、やっぱこうその受験だけで来る、うちなんかで言うとね、受験だけで来るような子に何かね、やっぱねちょっと足りないものを感じるんですよ。ああ、それはこうといった勉強勉強勉強で勉強が至上主義、はい、成績が良ければ、はい、偏差値の高い学校に行けば、はいっていう、まあ、うちはもちろんそういう子は少ないんだけれど、ええ、でも世の受験生って結構多いじゃないですか、うん、で世の大人の感性も結構そういうとこにあるだけど、うん、でなんかちょっとねそこに足りないもの、子供というよりも僕は思うんですけど、やっぱ親だと思うんですよね、やっぱそう、だから結局親次第だと思うんですよね、子供っていうのはもう僕は基本的にはもう純粋な存在だと思うので、うん、だからそこのやっぱりなんだろう、色を染めていくのって結構やっぱり親の影響だったり周りの環境だったりとか大きいじゃないですか、学力だけ与えていくっていうのは、うんうん、実はすごくね遠回りな気がするんですよ、いやもう後々になると、ま、間違いなく遠回りするわけですね、はい、うち今ねものすごく勉強できる子いるんですよ、はあ、もうこの前偏差値70いくつ取ってきました、すごいですね、この子が ね、 ねアートではないんだけれども、はい、この子は大人顔負けなほどね文学を知ってる、うん、小学生でアガスタ・クリスティーを読んでますからね、本当ですか
なんかずっこけ3人組はでしょ。いや素晴らしいですね、ずっこけさん。すごい面白かったですから、うん、なんだけど、うん、いや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 、びっくりしたなって思うけど、その子はやっぱりすごくいろんなことを知っていて、うん、書いてるのがいい。だけどそれはいわゆる仮弁ではなく、ね、そのまあ文学の一つのアートだと考えれば、うん、それはアーティスティックな感性的なものを養っていると、うん、いやその学力の部分にも、はい、すごくいい影響を与えてくるのかなっていう気がするんですよね。はい、なんでしょう、僕はこうアートっていうものは、まあ、アートっていうのはやっぱり芸術って日本語で置き換えればあると思うんですけど、それにはやっぱり視覚芸術もあり、ね、音楽とか、うんうんうん、あらゆるやっぱり僕らも芸術家、一応芸術家なんですよ。そう、そう考えるとやっぱりその何て言うんですかね、いろんなものの見方というか視点というか、例えば一つの問題にこう当たるにしても、例えばもうできないことってこう何て言うのかな、もうこの視点からしかものが見えないので、それができないともう分かんない分かんないで終わっちゃう。だけど変な話、アーティスティックな視点を持ってると、あれひょっとしたらこういう見方もできないかなとか、こういう見方もできないかなっていうのがあるんですよね。あとその感性でいろんなアプローチを考え始めるでしょ。そうですね、はい、ね、だからそこがいわゆる行き詰まらないんですよね。あ、そうですね。だからね、アーティスティックな感性を持ってる子ってね、悩むことはいっぱいあるし、はいはい、自分の求めてる感性系を作るためにすごく苦しむこともあるんだけれども、うん、行き詰まらないんですよね。おお、行き詰まらない、それだってそうこう言ったらダメだからこう、はい、こうだったらダメだったらこう、はい、こうかなこうかな、はい、っていろいろやるでしょ。これ僕らが音楽やってる時もそうじゃないですか、はい、納得いく音が出ないと、いやこっちの弾き方かなとか、はい、そうです ね、 そうですね、アンプのあれをなんか組み合わせ変えて、はい、トーンを変えてみたりとか、はい、納得いく音を作ろうとして試行錯誤するでしょ、うん、だからそれは行き詰まらないじゃないですか。そうですね、音作りとかでもそうですよね。やっぱりそこの感性がすごい方って、その音の何て言うんだろう、全体にこう調和する音の作り方がものすごく上手、バランス感覚が良くなる、ね、すごいですよね、うん、それはそうだ、絶対。だからいろんなこう何だろう、こう一点集中でこれができなかったらアウトみたいな、はい、白か黒かっていう感性じゃなくて、もっとこういろんな、そうですね、こう多様性 を、はい、を認められるような感性になるから、はい、ね、これやっぱりいろんな面で、やっぱりこうアートの威力っていうかね、はい、力っていうのが、うん、まあ、よりこう、いやこれなかなか分かってくださらないなっていうところはあるんだけど、いや実際分かっていただきたいなっていう ね、本当に学校の教育とかでもやっぱりそのアートの時間とかどんどん削られてったりとか、そう、非常にもったいないなというか、すごくそれって総合的な力を削ぐ形にやっぱりなると思うんですよね。またねちょっと話があるかもしれないけれども、うん、そのアートの力っていう点で言えば、はい、まあ、僕も江夏家老から実は3枚ほど絵を、はい、ありがとうございます、はい、僕が買えるってことはまあ大体分かると思いますので、いやいやいや、なんですけど、はい、まあ、それは次の動画の中で多分話すと思いますけども、あ、はい、やっぱりねこう江夏代表に家の中にねこう 絵を飾ったら、要するにこう本当にこう雰囲気、家の雰囲気というか、変わりますよって言われて、うん、まあ、細かいなっていうのがあったんですけど、やっぱね、飾ると、はい、人が住まう空間になるんですよね、家が、はい、だからアートってやっぱりこう、なんだろう、分かる分かんないって皆さん言うじゃないですか、はい、で分かんなくていいんですよね、分かんなくていいです、もうそれはもう本当に声大にしていたい、ね、いろんな人がそう、何がいい何が悪いっていうのが分かりませんっていう物語、はい、それもね、白黒価値観だと思うんですよ。そうですね、まさに本当そう、そうじゃないんでね、自分が好きか嫌いかでいい、まさにもうそこはもう正直でいいと思うんです、本当に、ね、はっきり、だからワースト的って思ったものを家に飾るっていう感性、はい、うん、それだけでね、やっぱこう人間が住まう感性を持つ空間になったっていうのはね、それはね、いや後輩の頃すごい、いやすごく嬉しいです、なんか、いやでも本当にそれは本当に感謝してます、本当に我が家が、はい、なんか殺伐としたって言ったら、そんなことないな、はい、なんだでもまあ殺風景な、うん、まあ一マンションだったものが、うんうん、まあ絵があることで、やっぱこう豊かな空間になったなという気がします、うん、ですね、
こういう感性をね、はい、どうやって伝えたらいいのか。これはね、言葉で伝えるのってなかなかこう難しかったりするんですけど、ね、やっぱ感覚的な部分なので、ねね、なので、まあ、実はこれを、まあ、動画でなんとか伝えられないですね。それが今回の試みです、はい。次のちょっと回も楽しみな感じ、はい。まあ、一応アートと教育っていう今回はそうですね、アートと教育、はい、あれですけども、はい、まあ、アート全般的に僕らの思いが分かっちゃったところがあるんですけど、はい、そうですけどね、はいはい、じゃあ次回は何を喋るんですかね、はい、そうですね、まあ、ちょっと次に向けてまた考えて、はい、じゃあ、次回もお楽しみに、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます、失礼します。